谷さんこんにちは、カンディスということで今日はですね、前回のタワーで結構楽しかった試合っていうのを見ていきたいなと思います。ということで、1戦目の相手のレーター2976でルミエシャルと真冬ということで、真冬結構珍しいですよね。やっぱりまあ、前まで灼熱コートがあったからさ、やっぱり灼熱属性のキャラが新キャラとして出てるから、まあ灼熱コートのキャラが強いと。なのでそこであえて雪コートのキャラを入れてあげて、ツルツルにすることによって強くするっていう作戦なんじゃないかなと思うんですけど、まあ割と真冬強くてね、なんか10打球ぐらいしたら、凍結レベル10を付与することができて、もうほぼ確実にね、点取れるんですよ。打球効果無効さえなければ。なので結構優秀な感じやったりします。前ね、それで誰やったかな、開口リーなんか戦った試合あるんでよかったら、まあそれも見ていただけたらなと思うんですけど、まあ冬結構使うの楽しいですよ。ただまあ、最近の新規開放キャラは雪属性ついてたりするんで、この相手が使ってるシャルもそうなんですけど、なのでどんどんまあこの雪ストームが効かなくなってくるとは思うんですけど、今の段階やったらまだ灼熱コートのキャラがね、結構多いかなと思うんで、まあ割と今が試し時なんじゃないかなとも思います。まあ僕はこの編成には黒の後継者入ってたりとか、エリスもちゃんとっていうか雪属性持ってるんで、まあ僕はそんなに影響なかったんやけど、まあこの編成でね、主に使いたいのはこのハイジャミュウエやったんで、ちょっとそこんとこがちょっと厳しかったですね。ほんでこのアウトもちょっと厳しかった。いや、後継者ギガスも出しとったらさ、テクニック値高いからアウトしにくいはずやねんけど、まあ全然するときはするよね。なんか一回黒の後継者、俺はギガス持ってて、で相手も黒の後継者で、相手はまた違うラケット持ってるバージョンで戦ったことあってんけどさ、圧倒的にギガスの方がテクニック値高いはずやのに、こっちの方がアウトするみたいな最悪な状況だったことがあって、すげえ叫んだ覚えがあるんやけど叫んではないか、心の中だけやと思うんやけど、いやマジでこのなんかアウトって結構厳しいよね。なんかたまにタヌキ寝てんちゃうかみたいな判定の時あるしね。なんか影は普通に線の外にあんのに、なんかオンザーとか言って入ってる扱いになって、こっちが失点になるっていうのがあったりはするんやけど、まあでも今までめっちゃ面白かったのは、こっちが着弾点見えるスキルつけといて、相手の弾が線の外にあったのよ。だからジャッジして取らへんかったのに、なぜか着弾した瞬間にオンザラになり変わってて、こっちが失点するみたいな。ましてあれは理不尽やと思ったね。多分前にね、バグ集みたいな動画で出してるんで、よかったら見てください。で、この試合の一番面白かったポイント、これですね。僕が2点で相手が4点の時に、こうやってね、ありがとうって言って、こう、フォルトドリンクはいいねんけど、そこからクリクリしてきたりとかして、もう勝ち確を確信してるわけですよ。勝ちを確信してる状態で、まあ私がね、まあ、買っていくと。まあ、このミュウエでね、SS 打ったりツルツルがなくなったっていうのも結構大きいポイントではあったんですけど、まあ、相手もちょっと焦ったんでしょうね。なんかまあ、こうやって煽ったらさ、やっぱ勝ちたくてさ、ちょっと力んだりもするやん。なんかそんなんでも、ちょっとなんかイージーミスを重ねたというか、結構簡単な球も腹パンしてしまったりとか、スルーしてしまったりとかあったんちゃうから、こんなん。めっちゃおもろい。俺これ試合の時もずっと楽しかったもん。やっとるとか思って。まあ、こうやって煽られて負けることの方が大半やったりするんやけど、もう60% ぐらいではね、俺が負けるんやけど、たまーにこういう人がおるんよね。なんかたまたまほら見て、ダイブのこの低いやつ、低いというか、低バンドついてるんで、ギリなんか決まるみたいな。あれ縮小レベル2もついてるしね。それで、まあ、黒の後継者、ルミエの吸引効かへんとダメージも超入るから、まあ、真冬の体力をからしてね、まあ、いい感じに得点することもできたと。で、スマッシュ打ったら112ダメージ。で、まあ、こうやって抜けていったと。いや、これはほんま、世界一楽しかったと思う、ほんまに。だけど2戦目はレート3099で、編成がシエラとサナダとレンファということで、サナダめちゃめちゃ懐かしいですよね。この子ほんまに、1年とまではいかへんけど、結構長い間派遣握っとって、で、結構勝つのやばかったじゃないですか。ただ、まあ、この対決ルカの登場かなんかで多分ね、その時代が終わった気がするんですよ。僕の記憶ではね。なので、まあ、この試合も余裕かなと思ってたんですけど、まあ、結構久しぶりに戦うと結構強かったんですよね。で、まあ、2戦目の板はこうやって、なんか失点したらムムムっていう人ね。なんかほんまに、毎度言うてんねんけどさ、こういう煽り系の動画の時に。なんかムムムとかよろしくで、ラグいんですよっていうのを相手に伝える人とかもおったりするわけよ。ってなると、これは俺がラグいっていうのを相手は伝えたいのか、それともなんか普通にムムムとか言うてるのかがわからないっていうのがあるんで、マジで運営さん、ラグいですよボタンとか、まあ、せめてスタンプだけでも作ってくれたらわかりやすいなと思うんですけどね。まあ、さすがにムムムをめっちゃ言う、ムームをめっちゃ言う、なんか煽りもあるな。難しいな。だからやっぱりそういうボタンっていうか、なんかそういうのを作っていただけたらなと思うんですけど。ほんでまあレンファ新規転生期で、まあ昨日やったかな、勝率レポート見たら、案の定まあ勝率もある程度高く、使用率もね、確か 25%、30% とかあったんちゃうかな。もうめちゃめちゃ多かったわけですよ。なのでいやほんまみんなめっちゃまあ普通に強いからね、みんな使うよね。最近の新規転生進化は結構強いからさ、まあめちゃくちゃアレンファと当たるわけよ。で俺は対決ルカで行って、まあ、結構楽しい試合ができるんよ。まあ相手の SS はこのルカの陣はさ抜けないオンザライン起動ではないからさ、割とまあそういう自分が結構有利な感じで戦えるっていうのもね結構楽しいポイントではあるんかもせえへんけど、まあ上手い人のレンファはやっぱ強かったりはするからね。ほんまに手も足も出ずに5打球ちゃうな、もう3打球ぐらいでもう相手にもうすぐボレーとかで決められてしまうパターンもあったりするからさ。いやほんまちょっと難しいよね。結局上手い人同士が戦ったらどっちが有利なんだって感じではあるんやけど、まあ正味対決するかで行って陣を割らないようにして戦ったら結構いけるんじゃないかなとは僕は思っております。でまあ真田はまあダイブギミックを出すことができるんやけど、そこにダイブして SS 打つこともできるし飛炎も打つことができると。ただ対決するかはまあ陣があるおかげで結構強気に戦っていけるっていうのがあって、確かね真田がこの世から消えたというかまあ環境から消えた感じだったんじゃないかなと思います。で相手の SS 回転率いいのはまあシエラをリーダーにしてるからですね。まあ一応なんかルミエの3分の1ぐらいのしか効果なかったりするんやけど、それのまあ恩恵あるから入れてる人がおるという感じで、今からライブ配信です。やばい、スターストーム編成が来てしまった。これは非常にやばいですどうしようかなこれ、結構積むな。スターキャラおらんしストームキャラもおらんし、俺も編成できるから同じ編成にしようかな相手とよいしょ、やっぱあえてこっち。くそ。やばいー。弾ける。ポップコーン来る。ポップコーン。オッケー、取れた。ちょっと時止めして。ただ、相手はもう SS 溜まってると思うから。うわ、でか。相手、ラムかなんかで来るんかな。ラムで行ったら多分、で、シャルで行ったらラムには勝たれへん気がするから。やべ。うわー。いや、これはバックで返すしかないよな、さすがに。時止め復活してくれへんかな。いやー、バックで返すしかない危なっ、ボレーエリアじゃなかった、着弾点。オッケーオッケー。あ、いいよいいよ。バックの時だけ時止めとる。てかもう次時止め。おーい、ラッキー。スライスで行き。お、SS2 いなくなった。ただ、あれやね、SS がちゃんと溜まってないから、1打球フォアで返さないといけないのはきつい。よいしょ。いやー、まあまあ、これはしょうないな。不可抗力。何のムムムやろか。ラグかった？よいしょ。ラッキー。2300すらいけないです。もうそれは頑張るしかない。戦い方とか、ギア厳選とか、キャラとか。まあ、キャラがおったら2300はいけんちゃうかな。まあ、ある程度の戦いうまさみたいなのはいるけど、戦いうまさ。日本語だか。よいしょ。あいつずっと1キロまで来るんかな。そういう時止め？オッケー。普通にこっち。マジ相手前おる状態から取れるんやな。すごいな。うわ、今の結構運。運でフォアで取れたって結構でかくない？しかも点まで取れたってめっちゃでかない？で、俺ポイント開始時で SS 溜まるから、それでフォアで SS ドーンしたら抜けんちゃう。ウェーイ。何のムムムやったんやろか。